グロリア・ディアスはフィリピンの女優、モデル。1969年、ミス・ユニバース世界大会優勝。1951年4月5日、イロコス地方に生まれる。出生名、グロリア・マリア・アスピレラ・ディアズ。1968年、ストリート、スカラスティカ、エスカレッジ、マニラより大学入学資格を授与される。大学在学中、ミスコンオタクに説得され、第6回ミスフィリピンへの参加を承知する。ビニービニングピリピーナスユニバース1969に選ばれ、国を代表してミスユニバース1969に出場。1969年7月19日、ミスユニバース受賞。フィリピン代表として初、アジア諸国代表として3人目。彼女の勝利のニュースはアポロ11号に無線で伝えられた。主要都市の新聞がアポロ11号の月着陸をトップで伝える中、マニラタイムズ紙は彼女のミスユニバース優勝をトップに持ってきた。ミスユニバースのクラウンのレプリカは今も持っている。が、トロフィーは重量制限のためフィリピン航空の米国空港内オフィスに置いてきた。現在どこにあるか不明。その年の終わり、ニクソン大統領が訪日した際、アメリカメイハブコンカードザムーン、バットザフィリピンコンカードザユニバースと述べた。ミスとしての任期の後間もなく、彼女は演技のキャリアを開始。その後数十年、フィリピンの映画とテレビで女優として活動。1975年、アンピーナカマガンダングヘイップサビロットナンルーパに出演。その年のファーマーズアワードの主演女優による最優秀パフォーマンス部門にノミネートされる。しばらくの間映画出演を続ける。1996年、テレビシリーズアンナ・カレーニナに出演。テレビのキャリア開始。1998年、クールカラングに出演、人気を博す。1998年、ホゼリサールに出演、第24回メトロ、マニラフィルムフェスティバルで最優秀助演女優部門受賞。2006年、ナサーン・カマンに出演。ファマズアワードの最優秀助演女優部門受賞。2010年、サグラーダ・ファミリアに出演。ファマズアワードの最優秀助演女優部門受賞。ガブリエル・ボングザザと結婚。後に離婚、エイドリアン・センブレットと再婚。合計3人の子の母親となる。娘のイザベル・ダザは女優。妹のリオ・ディアズは女優。西ネグロス州、ポンテベドラ副市長を歴任。姪のジョージナ・ウィルソンは女優、モデル。2010年8月23日のミスユニバース2010の後、あるインタビューにおける発言が問題視された。フィリピン代表で第5位入賞のビーナス・ラジは、英語で質疑応答に答えるよりも通訳を利用することで利益を得るだろうと示唆した。さらにこうも言った、Because when you think about A7 Anna can hardly speak English and of course Tagalog, maybe she should answer in Bisaya. 彼らの英語能力を馬鹿にされたと感じたセブ州の人たちを怒らせた。セブ州知事ゲンドリン、ガルシャやセブ州議会議員、レイチェル・デルマールは彼女に謝罪を要求した。ディアスは謝罪の必要はないとし、発言の真意を明らかにした。Let me clarify it once and for all. People should have the right to say or to answer in whatever language they want to say it in. If they are Cebuanos, they can say it in Cebuano number. I did not say that they did not speak English. If you are Ilecono, say it in Iloca number but if you are Ilecono, who speaks good English, say it in English. If you are Cebuano who can speak Spanish,If you are comfortable with Spanish, say it in Spanish. That's what I said and that's what I meant. 2010年9月1日、セブ州の副市長リーグはディアスをセブ市入境禁止と宣告した。ありがとうございます。